俺は魔族ではなく人間だからだ。俺の師匠ロンベルクは偉大なる魔術師だった。その上この世界にかつて存在した高度な文明をも知り尽くしていた。俺は人間でありながらロンベルクの気まぐれで拾われ育てられた。ロンベルクは知識と魔術の全てを俺に叩き込んだ。いいかアイクよ、いついかなる時もその仮面とローブを脱いではならんぞ。お前の正体がバレたら魔王は許さないだろう。はい。今この部屋には強力な結界が張られている。俺の許可なしでは誰もこの部屋には入れないはず。なんだ、いつからそこに。殺さないでください。私は何も見てません。どうか命だけを。おい、すいや、泣きたいのはこっちだ。20年間守ってきた秘密をこうもあっさり。アイク様、